湯船で泳いじゃいけないんだメポ。楽しいポポ、楽しいポポ、バタフライポポ、バタフライだメポ。ああ、コルンがいなければ今頃ミップルと二人でラブラブ温泉だったのにメポ。いやー、温泉はやっぱり露天風呂に限るよね。思わずクワーって言っちゃうよね。こうしてみんなでお風呂に入る機会なんてあんまりないものね。私もクワーって感じ。でもすごいよね、なぎさ。もう滑れるようになっちゃったもんね。まぐれまぐれ。私なんか結局滑れずじまい。でも帰りは綺麗に滑って降りてたじゃない。まあゆっくりだけどね。それでいいと思うの。はじめはゆっくり、基本ができればあとは簡単だから。ゆきしろさんといるとほんと癒されるよね。温泉のような人だね。つまりほのかはクハーって人ってことだよね。かえって分かりにくいかも。お風呂の後はお部屋に戻ってご飯を食べて楽しい語らいのひとときって感じ。いやー、大告白大会。もちろん渚のその後の新展開はいかにとかね。何よそのネタ振り。この志保様の情報網を舐めちゃいかんよ。ちょっと怖い。楽しそう。私も告白しようかな。ベルゼイは毎朝寝癖を直すのに1時間かかってる。なんだかさ、さっきからあの隅っこでブツブツ言ってる女の人気になるよね。私たちの話題に入りたいみたいなんだけど、なんか不気味。さっき目が合っちゃった。じっとーって見られて怖かった。もう出ようよ。ご飯も待ってることだし。また食べることですか。何言ってんの。食べる角には福来たるって言うじゃない。笑う角には福来たるでしょ。え、あ、細かいことは気にしない。とにかくもう出よう。ジュナは毎日鏡の前で筋肉見てる。みんな、もっと聞きたくないの？もう行っちゃうのね。寂しい。ああ、美味しかった。なぎさ、食べるの早すぎ。お膳、お下げいたします。ごちそうさまでした。お口に合いましたかどうか。すごく美味しかったです。なんだったら今すぐ朝食を。なぎさ、いいですね。楽しそうで。クラスメイトとスキー旅行なんです。大好きなクラスメイトとスキー旅行。大好きスキー、大好きスキー。冗談です。面白くなかったんですね。え、何？面白くなかったんだ。はぁ、あ、つまんなかったのか。まったく腹立たしい。人を雪だるまにするなど。はい、ザキンナ。あいつら許せない。ゆあら、優先ついてない。私のとっておきのギャグを。またブツブツ言っている。ここで一気に奴らの度肝を抜き、石の力を手に入れることにしようか。ベルゼイ・ガートルード。どうしたジュナ、何か変か。いや。よーった、どうしたのベルゼイ、その格好。ハッピなんか着ちゃって似合いすぎ。ほんと旅館の番頭さんみたい。闇の世界いるのやめて番頭さんになれば。どうしてレギーネは言ってはいけないことだけ大声で言うのか。とにかくだ、奴らを追い詰めていけば必ず石の力に行き当たるはずだ。心して当たれ。わかった。そうするわ、番頭さん。もうよい。お前たちも手を尽くすのだ、ザケンナよ。わかりました、ザケンナ。ベルゼイ様。
私はこの格好を気に入ってるのだが。うん、寂しい。天気予報です。明日は午前中は隣のスケートリンクでスケート、午後はまたゲレンデに出てスキー。そうだ、スノボもいいよね。張り切ってるのね。なんだか学園祭でお芝居の演出やってたし思い出しちゃった。その話はしたくない。渚、あのしごきはトラウマだよね。心の傷ってやつ大変だったんだから。志保容赦ないし。何言ってんの。本当はね、もっと突き詰めた芝居をね。申し訳ございません、ザキ。雨に消灯の時間でございます、ザキ。あ、はーい。って、消灯？旅館でもそんなことあるの？前はそんなことなかったよ。じゃあ、渚のその後の進展話もできないまま寝ちゃうの？閉めた！消灯消灯！なんか納得いかないって感じ。おかしい。何か引っかかるわ。引っかからない方が変だけど。ちなみに、鳥かごの中の番人は…よし、これであとはベルゼイ様の指示通り、やつらをおびき出せばいいザケンナ。わかったザケンナ。ねえ、シホ、シホってば。何よ。廊下から変な声が聞こえない？聞こえないよ。シコシコシコ、ほじょき。え、マジ？ねえ、なぎさ。もう食べられない。あ、切れた。まだ食べてる。なぎさ、なぎさ。何？廊下から変な声が聞こえるのよ。なぎさ、見てきてよ。なんで私なの？勘弁してよ。ねえ、ほのか、起きてる？なんだか眠れなくて。ゆきしろさんも聞こえるよね。聞こえるわ。確かめましょう。へー、怖いの嫌いだって前言ったじゃない。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。腹減ったメポ、ちゃんとお世話するメポ。メップル、嫌な予感がするメポ。早く帰るメポ。メップル、大変ポポやメポポ、氷の上ポポ。ダメじゃない、いきなり声出しちゃう。怖いポポ、闇ポポ、氷の上ポポ。は？何のこと？でも確かに妙な感じはするの。ほのかの言う通りミポ、嫌な予感がするミポ。この旅館にまで闇の連中が。我々はどんなところにでも現れる。お前たちがいるところにな。あんたは、あんたたち許さないわよ。私のギャグを無視して覚悟はできてるんでしょうね。そんなこと言われても。そうよ、つまらないものはつまらないのよ。いや、そういうことじゃないけど。くだらん言い争いはいい。早く石の力を差し出せ。渡すわけないでしょ。ほのか、こっち。志保とリナを巻き込むわけにはいかないもんね。待て！誰にも迷惑がかからないところへ。確か久保田さんが言ってたわ、隣がスケート場だって。そこなら。スケート場？私滑れないの。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。渚は意外と苦手なスポーツが多いメポ。泳げないし。うるさい。